何者だよお前。その年でか。だがまあそのタケ変わったガキだぜ。いや待てよ。なるほど、ガキってのもありか。おい、お前の望みいいぜ、叶えてやってもいい。だが金はあるんだろうな。一丁数十万で取引してる代物だぞ。俺の気分次第で100にも1000にもなるぜ。はったりか。ますます使えるぜ。ま、俺も鬼じゃねえ、場合によっちゃ譲歩してやる。そうだな、例えばお前俺の仕事手伝い、運び屋、証拠隠滅、その報酬として特別メニューを案内してやる。ガキでも払えそうな良心価格でな。どうだ、悪い取引じゃねえだろう。お前が知る必要はねえ。毒には毒を、俺には使える駒がいるんだよ。このことは誰にも話すな。お前は指示に従えばいい。さっさと決めろ、俺の取引に乗るか。まあいいだろう、じゃあやるか。特別メニューありがたく思え。君、モデルガンも所持していたそうね。趣味の域を超えた本物さながらのモデルガン。本物と信じ込んでしまう者もいたでしょうね。入手ルート話してくれるわね。さあ。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我軽視者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。ああそうだ、仕事がねえときは雑用させてやる。掃除、店番、使いっ走り、やることは腐るほどあるからな。まあマニアとしちゃ嬉しいだろ。おい、バカ言ってんじゃねえ。
よし。じゃあな。そうだ。ありがたく思え。よし。どういうつもりだ？じゃあな。よし。おう。じゃあな。
といいが。じゃあな。じゃあな。さて、
そうだ。よし。よし。実はな、thank you。
な。この前のことですけど、本当にありがとうございました。自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。ふん、家庭の問題に口挟みやがってよ。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ。でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんって、お前がもっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。親とか師匠ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。うるせえ、分かってる。結局俺の一人相撲だったのだ。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ、薫を見る目が歪んじまってたのかもな。ガキの頃の思い出や腐ってた自分自身のせいで。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。怪盗とかなら話はわかるんですけどね。義賊っていうの、怪盗って弱い者のために戦ってるんだし、みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパーは閉まっちまうぞ。今日の晩飯、お前の当番だろ。やば、失礼します。ったく、ガキってな成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて、閉店準備だ。お前、シャッター下ろせ。
津田も急に変わったよな。あんまニュースは見てねえけどよ、まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かるのは俺だ。だがそんな事情を知ってんのは他に誰がいる。どうするかな。まあ安心しろ、あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。ただの手駒で雇ったのに、いつの間にかカオルの暗記分か。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。困ってる奴を助けるためか。面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。借り作ったままは嫌なんだ。お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、軽視者の究極なる悲哀に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。よしよし。だがモデルガンで何すんだ。結果に必要なのはエアガンだろう。ナイフもレプリカに過ぎん。デパートの包丁より役に立たないぞ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さて、やるか。